ご紹介に預かりました人文学部と海女研究センターにおります吉村舞と申します。本日はですね、海女研究センターの中でも最も注力している事業の一つでありますアーカイブデータベース事業と、その活用についてこれまでの、成果の報告をしたいと思います。でですね、海女研究センターのアーカイブデータベース事業といいますのは、海女研究センターがございます海の博物館に、開館1971年から長いこと蓄積されてきました映像、写真、研究調査などの情報をデータベース化し、教育研究や情報発信などに活用していくという事業です。でうちですね、赤字で書いてある映像と写真というのが近年特に注力しているところでして、海の博物館には例えば写真ですとこういった懐かしのフィルム、これはフィルム焼いてある写真の状態ですけれども、フィルムでしたりスライドですね、この状態で保管されております。ただ年数が経つにつれて劣化の可能性がございますので、海の博物館のご協力をいただいて三重大学の方で写真を、あと映像もですね、8ミリのビデオなんかのテープがあるんですけれども、それをデータ化して共有しているというところです。で、現在ですね、だいたい2万点以上がデータ化されていまして、で写真というのはですね、こうパッと見ただけではなかなかこう素人には読み取れないたくさんの情報というのが詰まっていまして、でそれをですね、鳥羽島にお詳しい専門家の方々のお力を借りてキャプション解説というのも順次つけております。でその解説が現在8000点近くですね、積み上がってまいりました。で、これらは、高い学術的価値を有するのはもちろんですが、それだけではなくですね、地域文化を理解する上でもやはり欠かせない資料群だと思っております。で、成果はですね、海女研究センターホームページというものを持っておりまして、そこのデータベースっていうページがあるんですけれども、そこで、随時更新しております。で、ここはですね、文献と写真のデータベースが入っておりまして、ホームページのデータベースというところか、あるいはトップのところに検索欄がございますので、地域名ですとか海女とか漁船とかキーワードを入れていただくと関連する情報がですね、ちょっとドワッと今出てしまう状況なんですけれども、そういった形でご覧いただくことができます。で、ちょっと今使いやすさ向上のために改修を進めておりまして、ある時期からちょっと使い勝手が変わるかもしれませんが、ご了承いただければと思います。で、写真のですね、データベースイメージはこんな感じです。実際ホームページで見られるのは、ちょっと権利の関係もございまして、ここの文字情報だけです。で、参考に、今日はですね、写真3枚分のデータとそれに対応する写真データをちょっと持ってまいりました。もちろんこの写真データはその海博から借りて我々がデータ化したものであります。で、今回これ全部久崎の海女さんの写真なんですけれども、データベース一番最初にシリアルナンバーですね、投資番号がありまして、次に検索に引っかかれるようにですね、資料の名称がございます。例えば久崎の海女、A の1とかこう A の2みたいな形で、進めてあります。でここの、内容キャプションのところをその専門家の方に書いていただいておりまして、例えばですね、ちょっと文字が小さくて申し訳ないんですけれども、磯手ぬぐいとか、あとはウエットスーツ、重りがありますといった、こう民族装備に関するところ、あと船戸海女さんですよとか、海女さんが、今着替えを海女小屋でしていて、船頭さんが、海女に出た船を片付けているところですとか、この海女さんは、ウェットスーツではなくてですね、肌着のようなものを着用されている、久崎は、長らくウェットスーツは一家に一着というルールもございましたので、そういったところも読み取れるようになっております。はい、
こんな感じで、実際はこの文字情報だけ見ていただいて、興味をお持ちいただいたら、我々や海の博物館に写真ちょっと見せてほしいというふうにお問い合わせいただくという形になっています。で、成果の発信につきましては、それ以外にですね、教育研究活動での活用や、あとは、資料を自分たちだけで保持するのではなくて、ぜひ地元の皆さんと共有してですね、楽しんでいただいたりとか、私どもが情報収集を新たにしていきたいということで、海の博物館や地元でですね、写真展という企画をやってまいりました。いずれも海の博物館と共催です。今までに3回やりまして、第1回目、この昭和の海女の記録というのが海博で行われました。で、この下の2つ、久崎と伊地家の地元の方で、久崎がですね、公民館で、伊地家が漁協の建物という、地元密着の建物をお借りして、開催いたしました。で、この時期なんですけれども、やはりコロナが日本に入ってきて以降ですので、いろいろこう、ちょっと危機意識もあったんですけれども、皆さんのお力を借りて何とか無事に開催することができました。で、地元の皆さんだけではなくてですね、戸場市役所とか教育委員会の方々にもたくさん手助けしていただきまして、改めて感謝申し上げます。で、本日はその3つの写真展の中でも、とりわけその地元密着を意識した久崎と伊地家の写真展の振り返りと成果の共有をしたいと思います。で、今回のこの発表を通してですね、皆さんに活動を認知していただいたり、あとこういろんなご期待のない意見をいただくことで、今後のより良い活動につなげていきたいなと思っております。まずは伊地家から、久崎からです。その前にですね、私の個人的な思いになるんですけれども、なぜ写真展かというちょっと理由がありました。私が鳥羽島に来る前にとある観光地で研究をしておりました。で、そこはですね、江戸期から続くこう歴史的な町並みを持っていたんですけれども、観光化に伴って急激に町の景色が変化していきました。東京からこう業者が来たりですとか、そのどんどん建て替えられたり、その地元の人しか通らなかった道に観光客が溢れ出るようになったりとかですね。で、その中でこの町はどうなっていくんだろうっていう危機意識が住民の方の中にありました。で、その地元の大学の先生がですね、牽引した形なんですけれども、お家に眠っている古写真をおのおの持ち寄って、見せ合いながら、町のどこが好きかで何を残していきたいかをみんなで考えるようなワークショップをされていました。で、それがすごくこう心に残っていまして、で、私もこちらに来て何か事業となった時に、やはり海の博物館にある貴重な写真を地元でお見せしたいというのと、どんどん高齢化が進んでおりますので、今しか聞けない語りをぜひとも聞き取りたい、それで、あわよくばですね、その町のこれまでとこれからを考える、こう大きなインパクトになるほどの事業ではないかもしれないんですけれども、ふっと町のことを考えた時に、ああ、なんかこんな写真あったねとか、ああ、こんなこと私ら言っとったんやねっていうのがこうすぐに見られるような、なんかそういうこう機会になればというのが、この企画の原点でした。はい、で、早速久崎です。で、こちらは、私が企画した初めての写真展でしたので、全てが手探りでおりました。で、2020年の2月半ばに1週間ですね、久崎の公民館で行いまして、昭和40年代から平成初期の写真をパネルで35枚、あとはファイルに入れたりもして計57枚ですね、展示いたしました。で、ご覧いただいて分かるかと思うんですけれども、すごく、なんて言うんでしょう、手作り感満載の会場になっております。これは会場の下見をした時に町内の方が、ああ、なんかいっぱい長机あるし、これ斜めに立てられるから、これに貼ったらどうとか、こういろいろアドバイスをいただいたんですね。で、ああ、でもそれいいかもしれない、特に実際その腰曲がってて痛いっていうおじいちゃんおばあちゃんには、この角度と高さが好評だったので、やっぱりこう地元の方のご意見大事だなっていうふうに思ったんですけれども、
まあ、ちょっと見た目かなりそうですねアットホームな形で、やらせていただきました。で、1週間でですね、町内メインですね、もう当時ちょっとコロナ入ってきていたので町内メインで137名で、ちょこちょこここに若い子たちがいるのは、三重大学の人文学部の学生です。で、一緒に聞き取りをしてですね、彼女たちが見聞きしたこと感じたこともレポートとして報告書にまとめております。こちらの写真は奥にいらっしゃる方が地元の組合の方ですけれども、大きい地図をちょっとこれは戸橋さんにご協力いただいて大きい地図を用意してどの写真がどこで撮影されたかっていうのを点にして示していた。こちらはですね海さんにお話を聞いているというところです。で私どもにとってその貴重なフィールドワークの成果になった機会になったっていうのもあるんですけれども、地元の方からも若い子が来てパッと明るくなるとか風通しが良くなるっていうのですごく楽しんでいただけたようでちょっと良かったなというふうに思っております。でちなみにですが当時はそのコロナが入るか入らないかの時期だったのでちょっとマスク着用率が低いですがご了承ください。でそこでですね、私ども関係者一同が口を揃えておりますのが写真の持つ力を実感したということです。まずはですね写真による豊かなコミュニケーションということで、最初はですねこれどこのバーやとかどこの G やとかから始まるんですね。これは誰だから始まるんですけれどもてかまあほとんどそれなんですけれども、でもそうやってこう会話を重ねていくごとにこの時はあれがあったなとか、このパネルの隅に小さく写っているこう昔の建物にこれはなんか何とかに使ったとこやなとかこういろんな、こう情報が出てくるんですね。でこうみんなであんなことしたなとかこうすごくにぎわいが出まして、みんなが笑顔で街のこととかあるいは自分の話ですね、結構それがすごくいいなと思うんですけれども、なかなかやっぱ恥ずかしくて自分の話ってできなかったりするんですけれども、写真が目の前にあればわしはこうやったとか結構スムーズに言ってくださるんですよね。それがすごく嬉しかったなというふうに思います。で2点目はそれと、まあ、関連してなんですけれども、写真に内包された、記憶と経験ということで、やはり写真をその例えばこう、対面で何もなしでインタビューしてもある程度のことは教えていただけるんですけれども、やはりその地元の場で仲間と1枚の写真を見ることでそのブワーッと当時の記憶とか経験というのが蘇るっていうのが目の前でたくさん起きていました。で特にやはりその高齢者の方のお話は今しか聞けないので、こう写真を持ち込むことでより詳細にですね、あるいはこう雑談豆知識のような面白いこともお聞きできたなというふうに思います。こちですね、せっかくなので展示写真をちょっとお見せしながらどんなことが聞き取れたか簡単に紹介していきたいと思うんですけれども、はい。でこちらはですね、海さんたちが取れたアワビを市場に出荷する前に弱らないように海水につけて市場の順番待ちをしているという写真です。で、やっぱ私どものようなあまりこう、地元の当時のことを知らない人間からすると、市場のこう待機の写真だねとしかちょっと読み取れないんですけれども、例えば地元の方がおっしゃっていたのが、ここでこうワイワイおしゃべりして、待ちながら食べるっていうのがすごく楽しかった。でいざじゃあ自分の番になると、実はこれ磯かご、アワビの入った磯かごをロープでそれぞれつないで落としてるんですけれども、いざ引き上げようとすると引っかかっ絡まっていてぐちゃぐちゃになっていて、地元の方は想像つくと思うんですけども、わー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 言いながらほどくわけですよね。もうそれがすごく大変だけど楽しかったというようなお話で、今はこちらその久崎で、今はその市場の建物ができているので、場所が変わってるんですけれども、そのワイワイ待つというですね、ペースというか空気というのは今でも変わらず続いているということもお聞きしました。あとこの後ろの堤防が今は倍近くにかさ上げされてるんですけれども、当時は低い状態で台風になるとこう波が越えてきた。で子どもたちがわざわざその波に突っ込んでいって、体がぐる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 回るのがすごく楽しかったという、ちょっと今では考えられない遊び方をしてるんですけれども、これもやっぱりこの写真だからこそちょっと聞けた子どもの遊び方かなというふうに思います。
で、こちらはですね、二船祭りですね。これは久崎のこう2つの谷で、船を漕いで競争するというものですけれども、今はちょっと人手不足という問題がありますけれども、当時はですね、長男しか乗れなくて、でその長男が就職でどこへ引っ越そうとも地元の方たちが追いかけていって、祭りの時に連れ戻したというお話を男の方からよく聞きました。でこう職場に押しかけるそうですね住んでるとこ分からなくても職場は分かるんで職場に行くんやと。で、例えば名古屋大阪どこへでも行って、そこの職場の同僚たち都会のものは、びっくりしてるわけですね、漁村の男性のパワーに。なんかそういったお話も聞くことができました。なのでこう町の慣習とか精神性、個性みたいなものがやっぱり語りから伝わるなというふうに思います。で、すいません、ちょっと時間が押してきてしまいましたけれども、石川の方もご紹介していきます。で、会場はこちらは、漁協の建物をお借りしました。で、パネルが43枚、合計66枚の写真を、並べました。いじかの組合というのは町の皆さんの通り道なので気軽に、覗いていただいてすごく良かったなと思います。で、1週間で延べ239名、これはいじかでは延べ人数でカウントしてるんですけれども、くざきの時にリピーターがすごくいらっしゃったんですね。でこれ延べでカウントしてった方がすごく数字にインパクトが出そうだということで、ちょっと今回延べ人数でカウントした結果ですね、239名になりまして、毎日来てくださるご常連さんもいらっしゃいました。で、学生による聞き取りとか、いじかで初挑戦したのは当時いじかに2名の地域おこし協力隊の方がいらっしゃって、その方たちにもお手伝いをしていただいたということです。住民の方からすれば知ってる顔があるのですごくリラックスしていただけたということと、地元のことを知っていて、で私どものことも知ってくださっている、間に立ってくださるような、動きを協力隊の方にしていただいたので、すごく聞き取りもよりやりやすかったです。で、いじかの新しい試みとして地元の資料がですね、失われる前にぜひ集めてこちらもデータ化してみたいということで呼びかけた結果、古写真119点で資料、例えば磯中根とか磯木、弓引きの弓とかですね、そういったものをいただきました。で古写真119点は、町内会と博物館三重大学でデータ化して共有しておりまして、今後いろいろ活用していけたらなと思っております。で、こちらは、展示写真です。いじかではですね、また久崎とは違ったお話がいくつも聞けまして、これは海女さんの出漁前ですね、浜にびっしり海女さんと船頭さんがいらっしゃいます。今でもいじかの海女さんすごく賑やかなんですけれども、やはり当時は数の規模が違いまして、もう浜中にですね、活気熱気があったというのが写真から伝わるかと思います。で一方でですね、高齢の海女さんはウェットスーツはやっぱええよと、その入る前は白い木綿の磯着ですごく寒かった、夏でもそこが寒くて海から上がって失神する人もいたんだと。なので今その海女漁って結構楽しいっておっしゃる方すごく多くて、対外的にもそういうふうに PR されてるかと思うんですけれども、やはりそれっていうのは技術の変化の影響によるところが大きいのかなとも思いまして、そういう転換以前のですね、変化というのも残していきたいなというふうに改めて感じました。であとは会場で収集した古写真の一例で簡単にちょっとお見せしたいと思います。これが会場でも大反響で、いじかの海女さんが、揃って出漁するところです。おそらくウェットスーツ導入前かと思います。ちょこちょこですね、木造船も見られます。でこれはやはりですね、白波を立て勢いよく退去して出漁する、言ってみれば勇ましい姿というのがいかにもいじからしいということで、住民の方たちはいじかやなとか言って喜んでいらっしゃいました。ちなみにいじか久崎、戸場島全体なんですけれども、アマチュア写真家による、写真撮影会というのが昭和に流行っておりまして、その時に撮影された写真を写真家の方が地元にお渡しする、それが残っているというケースが多かったです。でこれは、海藻ではなくて雨小屋で火に当たるための焚き木を拾っているところです。
これも意外とアマリオそのものの写真は残っていても、まあ、それに付随するちょっとした日常の一コマっていうのはなかなか残りにくかったりするの でかつこれもじゃあ多分これかまど仲間で集団行動してるんだなっていう、行動様式が分かったりとかもしてすごく貴重な写真だなと思いました。でこれはおじいちゃんが、その赤ちゃんのお母さんがアマリオに出ている間子守りをしている写真で、男の人が子守りをする写真は海博にも結構ありました。でここからちょっと印象に残ったのが、アマさんというのは今ジェンダーと絡めて語られることが多いと思います。女性の自立とかですね。でもちろんそれも、確かにそういう側面があると思います。でただですね、そこからちょっと視線を広げていくと、その傍らで他の地域の人たちが何をしているか。で例えばですね、自立というのはあくまで今の価値観であって、当時はおそらくアワビを大量に海女さんが取ることが村が最も稼げる手段だった。だから海女さんは漁に出て、男の人は子守りをして待っている。なので社会的な属性、性別、年齢、職業等々で役割分担をしながら家とか村の生計を立てていた、そういったことが分かるなと思いました。アマリオを取り巻くより広い社会的仕組みとか、当時の価値観というのがやはり古い写真から浮き彫りになるなと思います。すいません、最後になります。成果は報告書にまとめて、全世帯に配布しました。で、キャプションとか撮影場所でレポートですね。で最初に申し上げたように、ちょっと何かの折に思い出していただければと思っております。はい。でちょっといつもちょっと胸に刻んでるんですけれども、今後も地域の暮らしに寄り添いながら、何かあった時に三重大おったやんみたいな感じでですね、思い出していただけるように教育研究活動を続けてまいりたいと思っております。ちょっとすいません、時間超過してしまいましたが、ありがとうございました。はい。まず過去の研究なんですけれども、率直に申し上げると、金沢の歴史的な町並みの、観光化とか、それ以前の歴史というものを、社会学的に研究しておりまして、大きな違いはやはり金沢都市部で、こちらは、いわゆる漁村部ですね。社会組織であったり、なんていうの、やっぱ人の行動様式とか、どんなルールに基づいて行動しているかというのがやはり違うなと思いまして、都市部であればやはり個単位、集合しても町内会単位で、それもその必要に応じてという、動き方なんですけれども、やっぱ漁村の場合はその一緒の海に入る、で海はその私有物ではないので、同じ海をどうお互い使っていって守っていって、あるいはその鳥羽島の漁村というのは条件不利地域が多いので、限られた土地でどう生き延びていくか、そこでなんて言うでしょうね、こう集団の力というのが、良くも悪くもすごく強いなというのを感じています。はい。そこが一番大きくて、で、その背後にある社会的な仕組みみたいなものをより注目していきたいというのが私の研究です。はい。で苦労話一つは写真選びきれないですね。海博に2万点以上すでにデータ化した写真がありまして、どれも魅力的なの でしかもやはり最初素人だったので、何が学術的あるいは地域にとって大事な写真かが分からなかったです。なので写真展終わってから戻ってきて、この写真出せばよかったというのがすごくあります。あとはそうですね、地元のやっぱりそういう個性的なしきたりとか、なんていうんですかね、こう言葉にされていない前提みたいなものがすごく大きい、たくさんあるので、それを知らずに言葉の表面だけ取って、うっかり書き残してしまうと意外と違ったりということがあって、その言っている言葉だけではなくて、その背後にあるものまで意識して読み取らなければいけないというのがすごくハードだなと思います。はい。ありがとうございました。いえ、河村議員はじめ、飯塚徳崎で、鳥羽市の皆様に本当にご協力いただいて、で次につながるご助言もいただいたこと、本当にありがたく思います。